まあこんばんは、おびわしです。遅くまでありがとうございます。そしてお待たせしました、地元の商店街おびわしやってまいりました。62回連続出場しているということですね。他にもないおびすじらしい、祭り、よさこい祭りを皆様に伝えたいと思いますので、最後までご覧になっていってください。それではおびすじいきますぜ。